ライトニングは、モジラファンデーションが、オープンソースで開発を進めているスケジュール、管理ソフトである、モジラサンダーバード及びシーモンキー用の拡張機能で、サンダーバードとの連携に重点が置かれている、モジラカレンダープロジェクトにおいて開発が進められている、2006年3月に、バージョン0.1がリリースされ、2007年2月に0.31がリリースされた、以後は、モジラサンバードと、 並行して開発が進められたが、サンバードが打ち切りとなり、開発リソースはライトニングへの一本化が行われた。サンダーバードと連携していることにより、電子メールで受け取ったイミップイベントを容易にカレンダーに追加することが可能である。また、ワキャップをサポートした機能強化版も存在する、アイカル形式、CSV 形式のファイルのインポート、エクスポートが可能である。Web、w e b d a カルダブに対応しており、ローカルだけでなく、ネットワーク上のカレンダーを読み書きすることもできる。2006年10月リリースのバージョン0.3では、下コのバージョンを 1.9A1 に変更し、オプションの画面やアドオンの管理機能など、複数の点が新しくなっている。また、このバージョンより、インテルマックに対応した。 2007年3月リリースのバージョン0.31では2007年からのアメリカ合衆国での夏、時間の変更に対応した。これに伴い Windows 版では OS のタイムゾーン更新プログラムを導入する必要がある。2007年6月リリースのバージョン0.5より拡張機能を導入することで Google カレンダーとの同期が可能になった。また、カルダブサポートを設定することで 拡張機能を導入することなく、直接、Google カレンダーと同期することも可能である。バージョン4.0、0.1より、サンダーバードに同梱して配布されている。サンダーバードおよびシーモンキーのメジャーアップデートに合わせて、ライトニングもバージョンアップされる。ライトニングバージョンズ、アド、オンズフォーサンダーバード、モジラ .org、2019年3月5日、閲覧。 カレンダーバージョンズモジラ MDN。モジラ .org2016 年6月17日。閲覧。ライトニングバージョンズ。アドオンズフォーサンダーバード。モジラ .org2017 年4月22日。閲覧。カレンダーバージョンズモジラ MDN。モジラ .org2019 年3月5日。閲覧。ライトニング0.5リリースノーツ。ハットカレンダー。 グーダタプロバイダーハット、カルダブ、スタートガイド、Google カレンダーヘルプ、ありがとうございます。